やっといた。カヤクグリです。あ、カヤクグリですが遠いな。これはちょっと遠すぎるな。カゲロウも立っちゃってますね。あ、ノウがいるな。すごいかな。カヤクグリですね、鳴いてます。みやびな名前ですよね、カヤクグリって。いや、鳴き声が綺麗ですね、やっぱ。昔はね、この鳴き声がやっぱり人気があって、日本に捕獲されてたりもしたみたいですね。縄張り制なのか、結構他のオスとやり合ってますね。冬になると結構低地の方にも降りてくるんですけどね。夏場は結構こういう標高の高い場所で繁殖してます。カヤクグリです。